ニーインドルフ・フリューゲル・ウント・クラビア・ファブリック・ GMBH は、ドイツ・ブランデンブルク州ルッケンバルデに所在するピアノ製造会社である。ルッケンバルデにある元、フリューゲル・ウント・ピーパーのティファブリック・ジーブル・ニンドーフ。ヘルマンとカール・ニーンドルフは1896年に、ルッケンバルデで、楽器工場、ニンドーフヘンプリックを創業した。彼らの工場は、 ベビーグランドピアノとサロングランドピアノ、アップライトピアノを専門にした。製品は3割はドイツで、残り7割は世界中で販売された。1900年に、ブランド名、ジーブル、ニンドーフが使用されるようになった。1921年に、初代の工場がほぼ完全に消失したため、会社は1922年に新たに作られた。 ルッケンバルで工業団地に約4万5千、平方メートルで新たに営業を始めた。この時に、ジーブル、ニンドオフピーパーの40ファブリック AG が設立された。 1929年、ニンドルフ社は、他の名高いドイツのピアノ製造業者と同様に、ドイチェピアノ・ベルケ・エージーに加盟した。この統合の目的は、世界恐慌によってもたらされた、困難な経済状況を生き抜くために、いくつかの作業工程を標準化することにあった。ピアノ・ベルケ・エージーの生産拠点は、ルッケンバルデにあり、後には、ブラウンシュバイクに移った。2年後、 ヘルマン・ニンドルフとマックス・ニンドルフは共同組合から脱退し、再びジーブル・ニンドルフを商業登記した。ナチス時代、ニンドルフ社は破産を申し立てざるを得なくなった。会社はファ・ディエセ・ホールマン &CO に引き受けられ、すでによく知られていたデブリューノダ・ニンドルフのブランド名は守られた。 東ドイツの人民公社ドイツピアノ組合ライプツヒの指導のもと、ジーブル・ニンドルフは1974年に強制的に国有化された。高品質楽器の生産は続けられ、アメリカ合衆国、アジア、西欧、ソ連へ輸出された。米部ドイツピアノ組合ライプツヒでは、ニンドルフ、フプフェルト、ジャーブストット、ルーニッシュ、ツインマーマン、スタインバック、 フックス &MHR、アレクサンドル・ヘルマンブランドのアップライトピアノ及びグランドピアノが生産された。これらのより小規模の工場は数年のうちに合併された。年間生産数は約3000台にまで増加した。フォークトラント音楽祭1985の中で楽器産業の賞賛に値する労働者らがドイツ民主共和国の楽器製造における 優れた業績により名誉表彰を受けた。第2位の賞は、米部ドイツピアノ組合ライプツヒのルッケンバルデシブのピアノ職人、技術者、設計者に共同で授与された。この賞は高品質のツインマーマングランドピアノモデル145を開発した功績を表彰したものであった。このグランドピアノは、ライプツヒメッセでも金メダルを受賞した。 ドイツ再統一後、1990年代にマーキ社、ピーパーのファブリックが、新宅公社として営業を開始し、ニーインドルフブランドの製品を販売した。この会社はすぐにライプスガーピーパーのティファブリックによって買収され、それ以降は、マーキ社スベルクラカノイスルダという名称で営業した。この時期、50名の労働者がレイニッシュを呼び、 フップフェルトブランドのベビーグランド及びパーラーグランドピアノを生産した。1995年にマーキシャスベルクは閉鎖が予定されたが、1996年、全従業員と会計責任者のレジーナ・ローチが会社を買収し、ローチ不利受ける、ウンとクレビアファブリックの名称で復活させた。不運なことに、最大の顧客であったライプスガー・ピーパーの40ファブリックが、 わずか数ヶ月後に倒産した。野心を持って、ローチ・フリューゲル、ウンとクレビブをあすぐに、年間60台を購入する日本の顧客を獲得し、経営を守った。自身のニーインドルフピアノを設計した1998年、社は営業所も開設し、その1年後には、ベルリン・ミッテクに店を開いた。ニーインドルフ社は、ピアノ学校も開き、定例の音楽会も開いた。 2000年から2005年まで会社はレジーナ・ローチの夫ヘニッヒと彼らの娘クリスティーナによって経営された。彼らは米国の以前の共同事業者へ楽器を供給した。2014年全従業員でピアノ職員のマーカス・アーニックが会社を引き継いだ。2015年からはメイド・イン・ジャーマニーのアップライトピアノ及びグランドピアノの生産が再開し続く数年間で 生産数と従業員数は順調に拡大した。2018年2月現在、23人の従業員によって年間約60台のピアノが製造されている。製品ラインは高さ118よび123センチメートルのアップライトピアノと全長145、172、227、275センチメートルのグランドピアノである。 ニンドルフ社は2016年から、ドイツ起源の部品のみを使用している。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY、ニンドルフフリューゲル、ウンとクレビアファブリック GMBH、ニンドルフヒストリー、A トラディショナルブランドシンス1896。2018年8月20日閲覧。デドルフ・ベイトマン。 ダイバーソル群でアベルトミットムージーキンストローメントンチャリスタイアンピアニッシモ 95https コロンスラッシュスラッシュブックスドットグーグルドットでスラッシュブックス ID イコール N1 枚アンド、&Q イコールジーブルニンドーフアンド &DQ イコールジーブルニンドーフアンド &HL イコールでサイコール X& アンドベドイコールレイアクウィックスジゲグベフプザックスムロク 99khwt3bl096 エップジャッフェハットポールマリエギオームヨゼフデウィズヘルマンカールアントンマッキーザイトシュリフトフィアインストロームンティングをバンド52ピアニッシ四百468 https コロンスラッシュスラッシュブックス g o o g l e ト e スラッシュブックス ID= やヨニアマジアンド Q イコールジーブル、ニド豆フ &DQ イコールジーブル、ニンド豆フ &HL イコールで&ンドルデアンド、サイコール X&、ベドイコールレアクウィックスジゲグベフプザックスムロク、q 9 k h w t 3 b l 0 9 6 x だ。ありがとうございます。